おはようございます。すすきの YouTuber ドルフィンです。本日はこちら南五西六ニューケアビル地下1階番から札幌店さんの方に行ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、というわけで番からさん着きました。行ってみましょう。失礼します。いらっしゃいませ。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ちょっとご案内しますね。どうぞ。はい、じゃあ行ってみましょう。はい、安岡海店です。いらっしゃいませ。すごい広いお店ですね。こちらに素敵なバーカウンターもあって、それでは向こうのステージの方でみんなでトークしていきましょう。はい、というわけで本日はバンカラ札幌店さんの方にお邪魔します。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。で、いやすごいセットですよね。ありがとうございます。バンドのセットがすごい豪華なもんね。ほんと、まあ見ただけ多分分かると思うんですけど、あのお店の内容スタッフさんの方から紹介してもらってもいいですか。はい、お店の内容自体で言うと、お客様が電木を持って、はい、それで曲を入れていただいて、はい、それをですね、僕らが生演奏で演奏するっていうことなんです。おー、そのカラオケと合わせて演奏もしてくれるってことですか。そうですね、カラオケの音源も流れながら僕らも演奏してお客様が歌っていただくっていう感じです。おー、すごいですね。あまりこっちではないスタイルだと思うんですけど、すすきのとかでね、そういうお店もそんなに少ないと思うんですけど。ないですね。はい、どんな曲を演奏するんですか。なんでもやりますね。演歌とかもやりますし、ボカロとかもやりますし、ロックも中心にやりますし、ダンスもやりますね。あれにメドレーも入りますし、何でもありでやるんですね。すごいですね。それはもう聞いてすぐやっちゃうみたいな感じですか。聞いてすぐやっちゃいますね。ここで働いてるのはもう全員歩く天目って言われてすごいプレイヤーさんたちですね。何を入れてもいけるよみたいな。そうですね。僕もちょっと音楽かじってますけど、まあ聞いただけでゾッとする話です。聞いてすぐやんなきゃいけないのに。見込みですからね、即興の。いや、すごいですね。もう、営業内容とか、他にプランとか。そうですね、はい、今ところあるのが年末営業なんで、はい、ちょっとその期間のみなんですけど、普段日曜日営業やらなかったんですけど、はい、今の年末営業のみだけ日曜日で、はい、6時から12時まで営業してるんですよ。はいはい、で、その6時から8時までにご来店された女性の方は、普段通常料金チャージで1000円かかっちゃうんですけれども、はい、レディースデーということで、500円でやらせていただいております。はい、ということでよろしくお願いいたします。ぜひ皆さん、この機会に女の方もぜひ来てほしいんですけども、はい、なんかこう年齢層とかそういう男女とかどのぐらいの感じで。全然なんかもうバラバラです。バラバラで、すっごい歌大好きな若い方もいらっしゃいますし、うん、年配のそれこそ演歌好きですとか、昔バンドやってましたみたいな方も、結構幅広いですね。幅広く、何でもいます。何でもいます、ね、います老若男女ね、もう幅広く、はい、まあ、っていう僕も、まあ、結構な頻度で通ったりとかする時期があるのでもう演歌からロックから何でもやってもらって、ボカロもね歌ってますし、アニソンも歌ってますし、もうなんか一人で来るよりやっぱりみんなで来て一緒に歌うとまたさらに面白いと思うんで、やっぱ生音っていうのはやっぱりなんか違いますよね。カラオケの音とまた違って、なんかこうテンションがすごい上がるんですよ。どうですか、うちゃん。僕ちょっと質問だったんですけど、入り口にあのフードって書いてあったんですけど、はい、例えばどんなフードがあるのかとか教えてもらってもいいですか。あ、どんなフード、結構簡単なおつまみ系のミックスナッツとか、ミックスオリーブとかから、パスタとか、ご要望によってはもうピザとかも、渡したりしてますね。結構いろいろあるんですね、メニュー。そうですね、意外と、まあ、後ほど多分メニューを見せるかなと思うんですけど、な結構何でもあります。お腹空いてても来れる感じですね。そうですね、バッチリ食います。僕的にはすごくそこ高得点なんです。いいですね。そうそう、お腹減ってきてても食べてるところでいいし、まあ結構飲み放題とかもあります。そうですね、はい、今のところは結構3000円で90分とか、はい、やらせていただきますね。はい、ではね、通常大体お店紹介はゲームと罰ゲームを
僕らはやってるんですけど、はい、今回はこういうお店ということで、僕もね、歌うの好きなんで、ちょっと演奏で早速歌わせていただこうかなと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。いや、すごかった、すごかった。盛り上がりましたね。ありがとうございます。タイプ使いましたね。ちょっとこれね、ちょっと僕のわがままで選んだ結構きつかったと思う。いや、でもいいっすね、生音って。やっぱ違いますよね。なんか
絶対カラオケしか、ね、やったことないって人でも全然楽しめると思うんで、うん、はい、ぜひ来てほしいです、うん、はい、で、ですね、こちらの動画を見たお客様にいつもあの得点をつけていただいてるんですけど、はい、はい、そうですね、ありがとうございます。今回あの見ていただいた方は、2時間3000円で、はい、飲み放題、はい、プラス、はい、何かおつまみ、はい、一品、はい、とあとお帰りの際には、はい、次回からご利用いただける 50% オフの紙をお渡ししたいと思います。半額ですか？すごいですね。なんともすごいなんか金額になりそうな。なんと3点もつけてる。すごいですね、ちょっと。今までにあんまなかったです。サービス精神も旺盛でやってもらってますけどね。はい、こういうバンカラさんね、ぜひ一度皆さんで来て。ね、本当にね、はい、あの生音聞いてやっぱりちょっとテンション上がりますよね。そうですね、聞いてる方もテンション上がるし、多分歌ってる方もテンション上がってるんだろうなっていう、うん、ね、本当見ててね、みんな楽しそうだ。うん、そうですね、まあ、これからちょっと忘年会とシーズンとかもね入りますね、どこ行くなったらここをまず二次会にぜひ使っていただきたいですね、うんうんうん、ね、お店でありますね。ビルの入り口とかにもポスターがあったんですけど、はい、結構アーティストさんとかって来るんですか？そうですね、結構有名な方々がよく遊びに来て結構飲んでていっぱい来たね。いっぱい来ましたね。いっぱい来ていただいて、 TRF の夢をはじめ、あと僕すごい感動したのがバンプスさん、はい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 、生ハイドさん、おお、僕大好きなんで泣く感してるの、はい、もうずっと泣いてましたね僕。ってことね、ドラムのところに、そう、ね、さっき、ね、サインのね、はい、さっきね、あの映像で映ったと思うんですけど、ドラムセットにハイドさんのサイン、直筆、直筆、もう一回言います、アストラに直筆のやつなんでね、ハイドさんファンの方もぜひ来ていただきたいですね。はい、というわけで、今度楽しいね、バンカラ札幌店さんの方に皆さん、ぜひ来てください。それではまた待ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。